世界には200カ国近い国がありますよね。そのすべてを車で訪れることを考えてみてください。人間は世界の隅々まで行ける長い長い道を作ったんですから。おっと、ちょっと待って。旅に出る前に準備をしましょう。赤道の距離は4万キロメートルです。音速で飛ぶジェット機に乗ると33時間で地球を一周できます。でも残念ながらそのような飛行機はありません。あるのは古いけれど頼りになるミニバン。時速 100km で運転すれば2週間で旅を終えられます。ですが睡眠や食事、観光、また渋滞の際には泊まる必要がありますよね。ああ、それともう一つ、道がまっすぐというわけでもありません。一本道ですので曲がりくねっていたり同じところをぐるぐる回ることもあるでしょう。世界地図でこの道は予測のつかない混乱のあるように見えます。ですのでミニバンを降りて新しいトレーラーハウスを買う方がいいでしょう。設備の整ったトレーラーです。燃料もたくさん必要ですからね。このワールドロードではガソリンで動く車が乗れません。電気自動車だけしか走れないのです。ですので充電してその料金を払わねばなりません。準備はいいですか？ではでは、シートベルトをして出発しましょう。まずはワールドロード沿いにある一番近い町に行きましょう。到着すると100車線ある高速道路が見えます。たくさんの車が自分の国の国旗をはためかせながら走っています。お互いクラクションを鳴らし合い、いろんな言語で叫んでいます。でも驚くのは道だけじゃありませんよ。道路の走る街も同じぐらい驚異的なんです。何千人もの観光客や通勤客が毎日あなたの街を通っていきます。通常そのような人々は道路沿いのホテルに泊まるのですが、ワールドロードではみんな市内に泊まりたがるのです。どの国も外国人にワールドシティをよく見せようとするので、壮大なモニュメント、美しい建築物、公園で飾られています。そしてもちろんそういう街では不動産価格が上がります。道が首都の近くを通る国もあります。そしてワールドロードには高い透明のフェンスがかかっています。ですので街で一泊したければ道を離れ、検問所を通らなければならない年もあるのです。国境で列に並んで待たなくてもいいため、これはとても便利なことです。ワールドロードは世界中を制限することなく結んでいます。道路の下には電気センサーがあり、交通規制をしているため違反車を止めることができます。ドライバーが速度制限を超えるとセンサーが電気刺激を送り、その車を走れなくさせるんです。車は全て電動ですので充電スタンドが至る所にあり、電気がなくなるといつでも充電することができます。最初の何日かは静かです。運転しながら綺麗な景色を眺め、時々渋滞に巻き込まれますが長時間ではありません。食事はスーパーで買ったり、道路沿いのレストランで食べたりします。ワールドロードに人が集中するおかげで、道路沿いの飲食店は有名シェフの料理を出す本格的なレストランになりました。でも幸いそれほど値段は高くありません。北米からドライブを始めた場合、最初の目的地は南米です。素晴らしく美しい街をたくさん通り、様々な国の文化に触れ、この旅で最も面白い瞬間を心待ちにします。他の大陸への移動です。海を渡るのです。多くの国が莫大な資金と何十年もの時間をかけてアフリカ、南米間の橋を完成させました。この高い橋は終わりが見えません。海面から何十メートルもの高さの長い橋なのです。巨大な柱が海底から伸びていて橋全体を支えています。水平線で海は空と融合し、あなたは空を飛んでいるような気分になります。そして素晴らしいのは、視界を遮る透明の壁がないということです。ですが橋の直線区間であっても速度制限があります。ドライバーが最初の何キロかはこの素晴らしい景色に慣れることができず、運転に集中できないことがあるからです。電気センサーは事故のリスクを減らすため、時速 100km 以上出すことを許しません。一番左の車線を運転していると海が見えます。
イルカの群れが水から飛び出し、ドライバーに挨拶しています。巨大なクジラが水平線を泳いでいます。運転を続けていると太陽が水平線に沈んでいるのが見えます。素晴らしい眺めですね。多くの車が路肩に停まり、人々は車を降りてオレンジ色と赤色の夕焼けの写真を撮ります。夜は強い嵐になります。海は荒れ狂い、巨大な波が橋の柱に打ちつけてしぶきが車に届きます。雷が光ってもドライバーは怖がりません。橋全体に沿って避雷針が設置されているからです。しばらくすると嵐は弱まり、あなたは運転を続けます。同じくアフリカに向かう船が通り過ぎていきました。予想していたよりも早くアフリカに着けると思ったのですが、ここで大渋滞に入りました。橋は小さな島々を通り過ぎます。その中の一つはトリスタンダクーニャ、世界の海の中で最も離れた場所にある火山島群です。橋はそれらの島を目的地とし、何十もの方向に分かれています。何百台もの車がそれていき、渋滞を起こしているのです。そして何時間かすると普段のスピードに戻ります。丸一日経ちました。休息が必要ですね。あなたは車を路肩に停め、トレイラーで眠ることにします。朝になるとカモメが窓をノックして起こしてくれますよ。大陸が近いということ。涼しいそよ風が蒸し暑い空気の中に吹き渡ります。青い海は黄色いサバンナに変わりました。あなたはアフリカ中を旅して、ライオン、ゾウ、キリンのいる風景を楽しみます。綺麗に日焼けまでしてしまいました。そしてまた橋に戻り、マダガスカル島へ向かいます。車を止め、世界のどこにもない独特の自然を楽しみます。そしてそこからアフリカに戻り、ユーラシア大陸への長い旅を始めます。ヨーロッパのすべての国を訪れ、東に向かいインドに到着。あなたはそれぞれの国にしばらくステイすることにします。乗っていたトレイラーハウスを売り、新しいものを買うことができました。この旅を始めて何日経ったのか正確には思い出せませんが、1年以上経ったのは確かです。タイとベトナム、インドネシアを過ぎてオーストラリアへ向かっています。その後はニュージーランドへ行く予定です。道が大きくぐるぐる回る箇所を通り、パプアニューギニアとフィリピンを通ってユーラシアへ戻ります。あなたはビーチで素晴らしい時間を過ごしました。海でたくさん泳ぎ、地元の人々と友達になり、一つの国の国民でなく世界市民になったような気分になります。それでも変化を求めるあなた、道がそれを叶えてくれます。あなたは北へ向かいます。大陸の東側を過ぎ、次の目的地へ向かうのです。雪原や冬の森を通る曲がりくねった道に入りました。毎日大量の雪が降ります。道路は白い雪に覆われてしまいますが、幸いこの道の下にはヒーターが設置されているんです。ですので積もった雪の上ではなく、濡れたアスファルトを走ることになります。厳しい寒さのせいで、ここで車を止める人は滅多にいません。というわけで宿地会に早く着けました。あなたはまた橋に到着し、海の上を何時間か走ります。前にはアラスカの海岸が見えます。まもなく北米に到着すると思っていたのですが、道はグリーンランドへ方向を変えました。この旅で最も素晴らしい場所にやってきます。氷山の谷を通るのです。大きすぎる氷山の前で道がなくなる箇所もあります。あなたは少し怖いと感じながらも氷のトンネルを通ります。トンネルが終わると、また海に架かる長い橋に戻ります。この旅で最後の橋です。この橋であなたは北米へ帰ります。1年以上海外で過ごした後、やっと旅が終わるのです。